はいどうも、白こりです。コンコリーエンケイスと続きをプレイしていきます。えっとね、ガソリンスタンドにたどり着きまして、でカフェに来たんですけれども、このおじいさん、店員のおじいさんが、脱走兵オレンジ脱走したオレンジに、なんか物資を奪われたりとかしてて、散々な目に遭ってるんだ。とのことで、表にあるこのタレットを動かすのに、 発電機を直してくれと言われました。ので、直しに行きます。地下にあるらしいですね。うん。行ってみましょう。何事もなく住めばいいんですけどね。カフェ地下室。嵐に巻き込まれちゃって、このガソリンスタンドに寄ったんですよね。しっかりいただける物資があれば、文書の束。 お医療用品キット。おぉラットフォース放射線。うーん、毒を中和できる。へえ、これはありがたいですね。いろいろ箱があって探索が楽しくなっちゃう。何も見つからない委員会。あ、ネズミがカリカリいってる。マジで。子宮だる。パイプがガタガタいってる 水のパック。うん、乾きえ、喉乾くのこれ。このゲームって喉乾くんですか地雷相当キット。ピック。これ全部取れるあ、かけるにってなってくれるんですね。それは助かる。あの、ネズミたちと戦ったりするのかな冷蔵庫。お缶詰。 空腹あるのこのゲームって。知らないんだけど。冷媒の樽。んー、戦闘時に破壊すると、周辺に効果が及ぶってやつかな。これが発電機か。技術がある程度ないと、直せたかな直せた直せた。これで、ネズミが出てきたりしませんか 通風口の格子の後ろで細いパイプが奇妙な音を出している。パイプをノックする。パイプの中の何かが不吉なサラサラという音で反応する。もう一度ノックする。奇妙な音が増幅され、ひっかくような音と歯ぎしりのような音が聞こえる。パイプは中でたくさんの小さなゴムボールが跳ねているように震えている。ノック。3回目にノックすると、 パイプから何か暖かく、羽毛だったものがくねくねと出てきて、すぐに闇の中に消えていく。あなたを包む暗闇が小さな赤みを帯びた光で満たされる。どうやらネズミの巣を脅かしてしまったらしい。お戦闘かものすごく回避的。とりまだ一体だけとりあえず攻撃。ミス。 攻撃してきますね。攻撃。ナイス。とりあえず一匹は倒した。ああネズミのパーツ食べると、ひどい吐き気に襲われるらしいですね。<laughs> そうなんだ。こういうのも手に入れられるんだ。ええ。この各、えあ、もう戦闘が始まるわけですね。 来るね攻撃。これでね敵の対象の回避を下げることができるから、このネズミには使ってった方が良さそう。うん、いいぞ。私のヒットポイントはまだ大丈夫。ネズミには負けないよね。さすがにね。 ここのパイプも調べられるのかなパイプをノックすると、ブンブンとエコーが帰ってくるあ。もうこれだけか。最後に、こいつと戦って終わりかなうーん。ここは街でいいかな防御クラス上げて、街。後ろ取ってくるやん。おうあどうしようかな。先に。 やっぱ回避を下げてからのはいこれで単縮量もう一丁よしナイスネズミのね体も売れるかもしれないし持っておこう 売る場所あるかなちゃんとタレット動いてますかねどうでしょうここら辺調べていいやつですかお空のビール瓶かー勝手にあさっちゃってるけど、赤く表示されてないからまあいいよね。といいに違いない。うん。乾きの癒し兵 水道を調べると水を飲んだりできるんだ。何かを作る料理作れるんですかえー、揚げたゴキブリの卵。さすがですね。こういう世界観ならでは。<laughs> えー、マジでこれを使った料理はキャビアまたはオムレツの間のこのような若干ミルキーな味がするでしょう。それなりに美味しいんですかね ゴキブリの卵か。<laughs> なかなかだなぁ。ネズミ焼き。ああ、こうやって、塩と玉ねぎと炒めれば、意外と食えると。焼いたゴキブリの足やっぱこの世界のゴキブリも大きいんでしょうかね。現地のゴキブリは最大1.5メートルまで育つため、やべぇな。そいつはやばいですよ。塩とかがないから、料理はできませんね。 おじいちゃんに話しましょうアーロンさん老人は片手で頭を支えながらカウンターに座っている食料も消耗品もないコーヒーはひでえ代物だうっせろああまたあんたかタレットを修理したよ老人は目を細め間の抜けた笑顔であなたを見るうんーそういうわけかまあありがとうありがとうあんたがいくらか役に立つとは思わなかったよ おこれでトラックが壊れた。その老人はしかめっ面で手を振り上げる。じゃあ直しに行けよ。<laughs> 老人に異変からトラックを守るにはどうすればいいか尋ねる。メルビルはめんどくさそうに曲がった指で正面玄関を指す。あそこを出てガソリンスタンドまで歩いていけ、地下に降りるんだ。異変がある。 一本の木だ。それは光っている。そして何か金色のものがいくつかぶら下がっている。その果実で異変プロテクターって呼ばれる別な道具を作るんだ。床の上に落ちているはずだ。行って取ってこい。それからトラックにそれを乗せすぐ行くんだ。どこに行こうとしてたんだっけかとにかくそこに行け。ブルーはオーバーオールのポケットを叩き始める。しばらくごそごそしてから 彼は靴紐のついた小さな鍵を引っ張り出す。装置を取るだけだぞ。いいな。それは会社の所有物だ。実際のところ、あんたに請求すべきなんだ。う鍵をくれましたね。やった。買い物とかしたいところだけど、どうなんですかスナックが欲しい。だってカフェだろ老人は鬱陶しそうに鼻を鳴らす。あっちの自販機でヌードルでも買いな。 うちは営業してないし、デリバリーもないと言ったろ。自販機があるんですね。とりあえず外に出て、向かいでしたっけガソリンスタンドえ。ちょっとここら辺調べていいかな。これは登れた。登れたが、別に意味はない。なんか調べられるな。これは タンクは空っぽで叩くと虚ろな音が響くあ燃料もすべて奪われちゃったんでしたっけガソオレンジにガソスタはここか何か誰かいる誰かいるトラビス・ブライトマンどうもえっ、ー、と汚れたブルーの作業着を着た男がガソリンスタンドの近くのベンチに座っている 彼は脱脂綿を手に持ち、膝に石を乗せてバランスをとっている。ブルーは脱脂綿をアルコールで濡らして石の上を脱ぐ。そして液体を絞って鉄製の瓶に入れる。瓶は金色の光を発する。吹いている途中で脱脂綿が凍る。ブルーは上を見る。彼のバッジにはこう書いてある。爆発物処理トラビス・ブライトマン。 ガソリンスタンドに入るのかやめておいた方がいい。ブルーはカット面を握って脇に置く。少し緊張しているのがわかる。ガソリンスタンドの何が問題なのかブライトマンは急に寒気がしたように体を震わせる。こんな感じだ。あらゆる種類の異変が起こる。そしてそのいくつかはとても恐ろしい。わかるか同じようなところがいくつもある。そして、 異変に出くわした人間はみんな恐ろしい目に遭うんだ。ガソリンスタンドそのものはそれほど問題はない。ただ、地下が。トラビスは考え込むように虚空を見る。あそこには木のような何かがあるんだ。そして部屋から出てきそうになっている。すぐにあそこに収まりきらないほど大きくなる。覚えておいてくれ。時々それはこういう小さな異物を落とすんだ。それは何も特別じゃないが、 あらゆる異変から守ってくれる。役に立つんだ。俺は一つ見つけたが、その効果はもうなくなってしまった。もう一つ手に入れるために戻ろうとは思わない。身を乗り出すように身振りで示してくる。地下室に誰かいる。とてもやばい誰かさんが。生きてないけど死んでもいない。ってことで言えば汚いものだ。会わない方がいいぞ。ゾンビ的な何かなんですかね。 何をしているのかブライトマンはしげしげとあなたを観察する。それは言葉遊びの質問ではないよな。SF 雑誌から出てきたような地下室のある変なガソリンスタンドの外に座っている。異物の地面を掘ってる。それは合法的なのか彼は腕組みする。厳密には合法ではない。だがクロノスはできる限り異物をブラックマーケットへ流すよう流している。だから、 クロノスがブラックマーケットへ流すよう促してるんですかうーん。この辺りで何か面白いことはないかこの場所は面白いものだらけだよ。何にせよ、得意なエリアだからな。このエリアでは機械がすぐ壊れるんだ。だから歩いてきたのさ。ホワイトが言うには典型的な対抗異変だってさ。俺はその源も知っている。 ブルーは意味ありげに彼の背後のガソリンスタンドを振り返る。すべてはガソリンスタンドから来てるんだ。地下に巨大な第二種フラクタル異物があって、時々小さな金の球体が剥がれ落ちる。いくつかもらっておこうと思ったんだ。けど、なんというか、あそこじゃ何かおかしなことが起こってる。あんたも近づかない方がいい。トラビスは不安げに黙り込む。彼は自分のカイラスを見る。 ああ、そうだ。あの食堂の裏に、沼に続く小道がある。そこに行けば、マイクロラックスが見つかるよ。俺は価値なしって印をつけたけど、すごく綺麗なところだ。なぜ価値がないのか。沼で働いている男が、マイクロラックスを見つけたら、そこにはモビオスもあるって言ってたよ。ただ、モビオスがあるところには行かない方がいい。沼に通じる道が、 岩で塞がれてよかったと思ってるんだ。より安心できる。んマイクロラックス、モビオス、なんでしょうね。地下で実際に何が起こっているのか調べる。ブライトマンはあなたを追い払う。わかったよ。俺は中には入らないからな。一言。何か生き物がいる。あそこには何か生き物がいて、それは過労死でギリギリ人間のようなものなんだ。 それだけでももう十分近寄りたくないだろう。立ち去りますかうん。じゃあ、入ってみるしかないですよね。念のため、クイックセーブをして、向かいましょう。<laughs> 俺だったら行かないな。いや、でも、行かないといけないんだよ。その、なんか、金色に光る、なんちゃら っていうのをさあ、あ、卵。手に入れないといけないんですよ。玉ねぎ。こんなところに置いてある食材。大丈夫なのか。なんかありますね。あれも異変かな。探索は怠らず。ここの地下ですよ。あ、医療機 何もない。何かを作るええ、化学作業台っていうものがあるんだ。なるほどね。いろいろと手作りできるんですね。お、な、なんか、なんか怒ってる。おー、なんか怒ってる。<laughs> すごい、なんか、ドカンドカン言ってる。 やばいですね。まあ、いかにも、やばいですよっていう感じですね。<laughs> えっと、ピッキングを、これ、ランクが足りません。なんということだ。地下行くか。おい。なんかやばいですね。ガソリンスタンド地下室。まあやばいですね。緑色の異変かなありますね。 ん変形した体は性化学ダメージの、なんか、なんか受けてるな。性化学ダメージえー、っとね。なんか薬が必要だな。性化学耐性これですが。これですが、果たして大丈夫なのか。手短に。あなんかいるあ、ちょ、ちょ、ちょ。なんかいる 接触開始。えーどうする来ましたね。うわーえーなんか体力回復しなかったやばいなどうしよう。あーとりあえず相手の回避力を下げて、攻撃あるのみ。 うん。結果なぁ。本格的な、うわぁ、なんか強い。強いな。これ、なんだろう、異変が近くにないところに移動してヒットポイント回復できないようにした方がいいんじゃないかなぁ。 こっちに移動して。よし。で。攻撃して。ぐちゃぐちゃ。ぬ。ぬ。やばいな。攻撃して。やっぱこの位置にいれば。 大丈夫なんだけど、ロボットのメンテナンスって自分の回復じゃないよね。<laughs> えー、どうしよう。やばいな。ヒットポイントがやばいです。医療用品キットこれ、ヒットポイント回復なのかな有効成分は有毒で長期的な副作用をもたらす可能性があるって書いてあるけど。 え、でもこれヒットポイント回復って書いてないよねどう、どうしよう。ええー、どうしよう。これ逃げたりできるかなアクションポイントが足りません。逃げれるかな逃げれますかこれ。足りない逃げることができない。マジでケツ叩き。 ノックバック銃はどうだうんああこれでも2回攻撃してきますねマシンガンうーん厳しいこのターン生きれるか 最初、回復されてたのが痛かったなぁ。当たってくれ厳しい、厳しい。厳しいなぁ。このターン生き残れるだろうか。生きてなん <laughs> とか生きてるけど。あ、死んだ死んじゃったわ。 あなたの道はここで終わりを迎えた。マジでしゃ。最初から出口の方に私は逃げよう。逃げつつ、銃を使えれば使って、そうですよね。そうしないと、痛い。どうも。よし。私は、 逃げるぞ。めっちゃ緑、ああ、いた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 あいつからは逃げたけど、普通にダメージ受けた。困ったなぁ。参りましたね。命中精度を、 上げてファーストショットくえっと相手の回避を下げて打つよし。 バーストショット。いいぞ、いいぞ。今回はいい感じだ。勝てそう。私もそれなりにやばいですけど。よし。ああ、ナイス。いやー立てた。なんかフェラルグールみたいですね。やばいよ、品死だよ。怖。 これさ、ヒットポイントどうやって回復するヒットポイント、なんか食べ物とか、ーユって書いてありますね。缶詰のハム食べた。これで、だんだん回復してったりするのかな他に敵はいないあ、秘密を発見。 コミック、一時的に技術プラス20。えー、これは検査これはあーあああ、これか黄金の実がなるっていう。え、じゃあさっきのやつ使えばさ、私あいつと戦う必要なかったってことそういうこと戦う必要なかったってこと取れた ちゃんと取れた取れたね。コンテナ。え、じゃあマジであいつと戦う必要なかったじゃんね。異変プロテクター。ああ、これに、この、真鍮のリンゴを溜めればいいんだ。ハッキングソフトウェアパッケージ。へえ、こんなものくれるんですかおおクエストが進んだ。クイックセーブしとこう。 え、マジでさぁ、戦う必要なかったじゃん。<laughs> え戦う必要なかったんじゃないこんな道があったとは、マジか。なんとか生きてはいるけどさぁ、ま、これで先に進めますね。マジで。 これさ、ベッドはありますけど、休憩、休息取ってさ、うーん、休息取って、ちょっと、ちょっとだけ休息取って体力回復とかしますかした別にしてない <laughs> これあれか、リロードしておくか。はいはい、OK。 いやー、銃の方が強いのかなー。なるべく超能力で戦いたいと思ったけど、はい。倉庫を出ると映画のようなシーンに出くわす。道端の店のそばに飛べられたへこんだジュピタームーンに奇妙な服を着たゴロツキが4人たむろしている。侵入者を調べる。車の周りに立っている連中はあまりにも不潔で、汚れた制服はクロノスのものだとすぐにはわからないほどだ。 当然名札は剥ぎ取られているが、ボロつきのタトゥーでオレンジの連中なのだとわかる。車を調べる。新車だったにもかかわらず、それはひどい形になっている。ジュピターのフェンダーがクロームメッキ成形になったのは1976年2月だ。つまりその車は6ヶ月以内の新車ということだ。新車なのにひどい形。運転席のドアのロックは、 ナイフかスクリュードライバーのような鋭いものでこじ開けられていた。車は明らかに盗難車だ。あなたが静かに声をかけると、盗賊たちはこちらを振り返る。そのうちの一人、リーダーとおもしき男があなたの服装をじろじろと見ながら目の前に立ちふさがる。これはこれは、素敵なまっさら制服を着たこちらはどなたかな彼は不愉快な笑みを漏らす。 じゃあ、これで決まりだ。客人。あんたとカウンターの奥の偏屈なじじい。二人で俺たちのガソリン代をカンパする。そうすれば多分、今日のところはあんたの頭蓋骨のストレステストはしないで済む。こいつがじいさんの言ってた奴らか。ガスボンベを渡すこともできる。戦うこともできる。いやー、ここは戦いたいけど、やれるかな 四人相手だよね。でも、じいさんを助けるためにも、やっちまいたいところだけど、どうだろう。違うな、これ。ガソリンスタンドの老人が嫌いなので、喜んで彼を殺す。これはダメだよ。こいつらと戦うっていう選択肢はないのかな取引を確実にするため20分くれ。インチキはなしだ。 こいつらをやることはできないのかなだってこのタレット、できたでしょこいつにさ、念能力ショックとかやったらさ、戦いになるんだよね、多分。セーブしといてさ、これやったらどうなる <laughs> 接触開始になったわ。まあ、そうだよね。 どうじゃおこのおじいさんってなにの敵それともこいつらの敵どっち一緒に戦ってくれるのかなこのあ多分一緒に戦ってくれるんじゃめっちゃこのじいさん狙うやんみんな死のないでほしいなあなんか出てきた まあ、いろんな人が出てきたな。このタレットちゃん仕事してくれる <laughs> いろんな人が、とりあえずこいつやるか。よし、オッケー。ナイス。で、防御しとこおー、いいぞ、じいちゃん。やっちまってくれ。 こんだけの人数いれば勝てるだろう痛い移動するねおーいいぞいいカフェのじいちゃんやるねやるねやるねみんなこのタレットあっおお蜂の巣だ蜂の巣だ すごいそうああ、そういうことする。私、そういえば <laughs>、ヒットポイント少ないんだったら逃げていい逃げていいですかちょっと。みんな頑張ってくれ。私、結構やられてるんでした。おおいいぞ、いいぞ。 頑張ってくれ。誰もが自分の問題に向き合っている。<laughs> えぇ、ー、ちょっと私、逃げる。やっちまってください、みんな。こいつしぶといな。 えー、早く仲間が欲しいですねこいつしぶといな仲間に当たってるよおー蜂の巣頑張って死なないで 私もやるかおーしオッケーいやーみんなよくやったこれはベータミンうーん中毒性があるそれは怖いですねえー、みんな生きてるしよかったねあこれいいんじゃない取れる ブーツを手に入れた。装備しよう。これで、危機は去った。危機は去ったよ、じいちゃん。ギャングの問題が解決して、メルビルは見るからに愛想が良くなった。文句を言っちまって悪かったな、若いの。この数週間、どうも気分が良くなくてな。コーヒー飲むかっていうのも、俺は。老人はプラスチックの足を外し、 カウンターをコツンと叩く。なあ、誰かコーヒー飲むかコーヒーだぞ、来いよ。<laughs> やっぱこいつらぶちのめしてよかったですね。いやあ、よかった。これでとりあえず問題解決かなそういえば、そうですね。地下室で妙な生き物に襲われ殺したことを伝える。老人が剥げた部分を書く。ああ、俺の替え玉じゃないかな。もう、止めて見捨てられたと思ってたが。 通りで地下室から嫌な匂いがすると思ったよ。ネズミでも死んだかと思ったが。あなたの話を聞いて彼は驚いて首を振る。人間にさえ見えなかったっていうのかああ、最初からここには嫌な予感がしてたんだよ。これは良くないな。メルヴィルに調子を尋ねる。老人が悲しげにため息をつく。調子行ったってな。俺は年寄りだ。調子も何もない。 アーロンが咳をしているのか笑っているのかわからない。生命に満ち溢れている。人々は生き返。ホワイトウィングの連中は沼の周りをうろうろしている。今日、そんな連中の一人がやってきたよ。歩き回って、自分のスキャナーであちこちつつき、誰とも握手もしない。一体どういう男なんだホワイトウィング医療スタッフ老人は近くに鏡、自信たっぷりの調子で続ける。 以前ちょっとした装置を持ってきたんだ。どんなヒーターよりも物を温められた。そして奴らはそれを見て目を飛び出さんばかりに驚いていた。奴らはそれを奪っていったんだ。危険だと奴らは言った。他にそうだな。時々盗賊が現れる。たまに頭を殴られる。そんなに頻繁ではないが、でもたまにある。まあ、老人は満足げにあなたに笑いかける。 おい若いの。ちょっと待て。待てって。ブルーはあなたの腕を軽く叩く。彼は少し混乱しているようだ。俺はただ、その、考えてたんだ。礼を言いたくてな。ピクニックに行かないかピクニック好きなんだろまあ、別にいいでしょう。<laughs> 一緒に座って軽食をとってもいいという。アーロンが微笑む。愚かにも正直にも見える表情だ。 近くにいい崖があるんだ。鍋も準備してあるし、防水シートもある。丸太もな。小さいボトルも隠してある。うん。メルヴィルはうなり、カウンターの下から玉ねぎの匂いがする大きな袋を取り出した。老人は袋の中身をカウンターの上に並べる。豚肉の缶詰、玉ねぎ、卵にジャガイモ、秘蔵の品のことをかなり誇りに思っているようだ。 貴重な食料なんでしょうね。ピクニックなら食べ物が必要だろほら、俺の家族に伝わる、プルドポークのレシピを教えてやる。まず、卵を茹でるだろそれから、興奮して身振り手振りを交えながら、老人はベルビル家の料理の秘密を明かす。自分でやってもいいんだが、あんたの方がきっとうまくできる。後ろのコンロを見たかほら、使ってくれ。 遠慮せず料理してくれ。ブルーは食材を袋にかき集めてあなたに渡す。あー、料理していいんだ。もらった。何かを作る。はあ、はあ。えっと。これですよね。プルドポーク。下味をつけて焼かれた豚の肩肉。作る。作った。作りました。 経験値ゲット。プルドポーク。メルビルのオリジナルレシピで作った。うん。会議的に目を細め、アーロンは豚肉を一切れつまみ、味見する。うむ、こいつは驚いた。相当うまいぞ。彼は声を潜める。あの岩を持った男と沼のそばのホワイト。それからあのヒッピー二人。彼らも一緒に食べないか聞いてみろ。 他に誰か心当たりがあれば呼んでもいいぞ。大勢の方が楽しいからな。えー優しい。こんなに穏やかな人だったの。ピクニックに他の人も招待すると言って立ち去る。ええー。はい、ではね、今回はここで一旦区切りたいと思います。次はピクニックをしましょうか。<laughs> ピクニック <laughs>。カフェのおじさんが気を良くして、ねえ、料理を。 料理したのは私だけど、振る舞ってくれると。まあ、運転、車のところにいる相棒というか、あの女性も誘っていきましょうかね。まあ、なんとか黄金、真鍮のリンゴだっけを手に入れて、会議をどうにかできそう。先に進めそうですね。よかったよかった。盗賊も倒して身ぐるみ這いだし、満足です。 はい。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。